違反のの疑いで逮捕されたのはエステサロンリ容疑者は医師免許を持っていないにもかかわらず去年、経営するエステサロンで大阪府内に住む30代から50代の女性3人に対し眉などに針で色素を注入するアートメイクを施術した疑いが持たれています。 李容疑者はテレビや雑誌でも取り上げられていて、警察によりますと10年間でおよそ900人に2000回の施術を行い、7000万円を売り上げていたとみられています。調べに対し李容疑者は、違法だと分かってからは過去に施術した客など限られた客に続けていたと容疑を認めているということです。